1981年ウンスプネン祭りのシュタインシュトス戦シュタインシュトス戦は重い石を投げて飛距離を競うスイスの伝統競技。戦士時代からアルプス地方の住民たちによって行われており、13世紀にバーゼルで行われたのが記録の中では最古である。15世紀の旧スイス連邦では射撃手の祭典である出前フェストと共に頻繁に行われたことが記録されている。 1805年に初めて開催されたウンスプネン祭りのメイン競技であり、競技で使われた8 3 5ラムのウンスプネン石と共に世界的に知られている。現在でもスイスの各地で主体石突戦が行われている。そこで用いられる石には様々な大きさや重さのものがあるが、普通は5 0ラムを大きく超えないものとなっている。 1835年、スイスのリギサンで行われた、シュタインシュトス戦祭り最も著名なシュタインシュトス戦は、インターラー県近郊のビルダースビルにあるウンスプネン、上周辺で開かれる、ウンスプネン祭りのシュタインシュトス戦である。1805年に開催された第一回ウンスプネン祭りの時から、シュタインシュトス戦が競技種目として入っていた。ウンスプネン祭りの200周年を記念する、 ウンスプネン石ウンスプネン祭りの主体石とすせんで使用される石は、オーバーハスリ地方アーレ川の河口岩で、ウンスプネン石と呼ばれて有名である。その時に使用されたウンスプネン石は184ポンドの重さであったが、1808年開催の第2回までの間に紛失した。第2回ウンスプネン祭りでは167ポンドの石が使われ、 その100年後の1905年に開かれた第三回でも用いられたので、そのウンスプネン石には1805から1905と記念に刻まれ、1981年のウンスプネン祭りまで使用された。しかし1984年6月3日日曜日、ベルン州のジュラ地方の独立を求めるお羊団によって、 ウンターゼーエン博物館から1808年使用のウンスプネン石が盗まれる事件が起き、石が政治的な人質となった。そこで1808年の石と同じくらいの重さとなる8 3 5ラムの石が探し出され、以後すべてのウンスプネン祭りの主体石突然で用いられている。1999年、ある写真家がブルッセルの指定に招かれた時に、 ウンスプネン石だとされる石を見せられた。そこで彼は証拠として写真を撮って帰ったところ、インターラー県体操協会の会員で1984年に新たな石を選ぶのに関わったものが、これが本物の盗まれたウンスプネン石だと特定した。不思議なことに石は2000年8月にジュラ州のセーニュレジエで開かれた祭典の場で、チューベルリンスイス大使ボラーの妻であった。 アメリカ合衆国生まれの女優ショーンフィールディングのもとに歌詞と書かれた箱に詰められ郵送されてきた。残念ながら石は破損していた。1992年に行われたスイスの国民投票でスイスがヨーロッパ経済共同体に参加することが否決された時、お羊団がその石にヨーロッパ連合を象徴する12個の星と 国民投票の行われた1992年12月6日の日付、そしてお羊団の紋章を刻んでいたのである。その結果、石の重さは 2.3kg 軽くなっており、競技では使えなくなってしまっていた。さらに2005年にはインターラー県のホテルから再び1808年のウンスプネン石が盗まれた。現場には代わりにジュラの紋章が入った。 小さな石が盗賊によって置かれていた。フランス語を話す分離主義者たちはこの事件への関与を否定しつつも、窃盗行為を支持する声明を出した。その後、その石がどこにあるのかは分かっていない。ドイツには1860年に初めて、シュタインシュトス戦がもたらされている。しかし、シュタインシュトス戦という名前のままであるが、石は用いられず、 代わりに 15kg の鉄の塊を投げる陸上競技となっている。アメリカ合衆国においても各地で行われており、中でもオハイオ州シュガークリークで開かれるオハイオスイスフェスティバルでは1956年から毎年主体演習戦が行われていて国内最長記録を誇っている。他に1989年からトレードで開催されている ジャーマンアメリカンフェスティバルでも毎年行われている。ありがとうございます。